何も言ってくれへん。めっちゃ怖い。扉開いた。これめっちゃ怖い。めっちゃ怖いねんけど。どうも、カジサクです。さあ、今日なんですけども、視聴者の家に突撃やってみたいと思います。楽しみやわ。やっぱりさ、僕思うんですけども、はい、YouTube、まあ、YouTuber っていうのは視聴者さんと距離を近さが大事だったりするわけじゃないですか。そうですね。そうなんですよ、はい、だから僕はねこういう企画をやってみたかった、うん、視聴者さんの家に突撃、うん、でこれはもうやらせでも何でもございません、はい、これどういうことかと言いますと、はい、私はまあ Twitter やってるんですけども、はい、そこの Twitter でちょっと募集したんですよ、はい、東京都内でちょっと家突撃してもいい方、顔出し OK の方、はい、家公開 OK の方ってやったら、うん、なんと、はい、ありがたいことに何百件できたの。おー、ありがたい。そうなんですよ。でそっからちょっと私個人的に解釈がねちょっと選ばしてもらって、はい、本日2名の方のご自宅に突撃します。ありがとうございます。え、なんすか。え、ツイッターで募集した方に会いに行くってことですか。うん、そうですよ、ガチっすよ、ガチ。その連絡取ってたのはカジサックが。僕は直接ダイレクトメールでやりましたよ。何ですか。DM でダイレクトメールでやり取りしたい。え、吉本通してとかじゃなくて。全然僕個人的にやりました。え、そうですよ。じゃ大丈夫っすか。何がですか。その会ったことない。ないね。方ですね。はい、全くない。もちろんめちゃくちゃ怖い。もうダイレクトメールの頼りだけで、だから下手したら会われへん可能性もあると思う。俺もガチンコでやっていきたい。それが YouTube やから。いや、そうっすね。もうやらせ一切なし、ガチガチで。今日僕は2名の視聴者さんの家に僕は突撃するんですが、はい、どうしてそもそも突撃するかなんですけども、はい、実はですね、はい、私カジサックから今日発表があります、はい、なんと私カジサック、はい、パン屋目の経営企画室第一係長に任命いたしました。ありがとうございます。ちょっと情報がいろいろ多いんですけど。そうです、ごめんなさい、はい、今日ちょっと情報が多くてね。ちょっとどう整理してもらっていいですか、はい、あのパン屋目です。美味しい美味しい、はい、あのパン屋目さんがですね、はい、なんと私カジサックを応援してくださると。え、そう、いつも見てくださってるんですね。そんな中で、はい、あのぜひともパン屋目を盛り上げるために就任していただけませんかって言われたのよ。え、すごない。なんで、はい、実はですね今日ですね、そのパン屋目の会社さんって大阪にあるんですけども、はいはい、東京までわざわざ来ていただいて就任式が今日今からされます。え、すごい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 、はい、就任式でちょっといろいろ話聞いていきたいな。なるほど。ちょっと思いますんで、はい、じゃあ待ちましょうか、はい、というわけで本日もどうかお願いします。どうもはじめまして、パイン株式会社の係長マッキーと申します。ちょっといいですか。全然僕思ってた人とちゃうんですけど。マッキーサックって書いてますね。すいません、ちょっと合わせました。あれ、パイン会社ってこんな感じなの。今日は就任式ということで、はい、何をするんですか就任式って。ですね、事例をお渡ししたいと思っておりまして。マッキーサック、もうちょっとテンションって上げれるのか、はい、ちょっと YouTube 初めてなんで。はい、事例、カジサック殿、経営企画室第一係長を命ずる。2019年6月1日、パイン株式会社代表取締役社長上田豊。上田さん、あ、ありがとうございます。いや嬉しい、すごない安田家これ。すごっ、うわ、すごい、おめでとうございます。うわ、ありがとうございます。あの経営企画室第一係長になったでじゃないですか、はい、何したですか。ですね、会社の経営も広く応援していただきたいと思っておりまして。経営を応援、はい。とにかく僕がやることは応援ですか。そうですね、盛り上げ係という感じですかね。盛り上げ係。あ、まあ、それもう盛り上げ係長でいいんじゃないですか。あの経営企画室って今までなかったんですけど、カジサクさんのために作ったんですよ。わざわざ部署、はい、作りましたよ。こちらが社員証です。すごっ、はい、なので首からぶら下げていただいて。うわ、はい、社員しか持ってないので基本的に。すごい、ほら、はい、すごいこれちゃんとカジサックって書いてあります。書いてくれてんねん、ちゃんと。あとこちら、はい、名刺になりますので。うわ、ぜひ配ってください。うわ、嬉しい。まあ僕はね、今後解釈ができることは何でもしていきたいと思いますんで、はい、どうか末永く、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、というわけで、はい、私解釈ほんまに頑張っていきますよ、はい、僕がオープニングで言ったことにつながります。ほう、わかりますよね。僕は今日企画なんでしたっけ。視聴者さんの家に突撃する、そういうことです、はい、どうして突撃するかと言いますと、はい、はい、パイン屋め。
はい、現在ここに7キロのパインすごいでしょこれ、はい、まずはですねこのパイン飴を視聴者さんの家に行って、はい、もう渡しに行こうかなと思って。なるほど、そういうことだったんですね。そういうことなんですよ、はい、いや、あの、大丈夫ですかねマジで。何が？そのだからツイッターの DM だけですよね。そうなのよ、はい、バッチクソ怖いよこれで終わんないですよねこの企画。いや最悪2人とも、はい、その存在しなかったから、はい、でもねそういうなんて言うんだろう、あの変な人では絶対ないと思うから。なるほど、ちゃんとしたやり取りもしてるから、はいはいはい、絶対に大丈夫だと思います。まあちょっと不安はありつつも、不安も若干の不安はありつつも、はい、ちょっとこれ渡しに行きたいなと思いますんで、はい、本日もどうかお願いします。さあというわけで、はい、向かいます。まずは、はい、1人目の方ですね、はい、まあ、電話でなんせ喋ってないんででも男性だと思います。あ、そうっすよね。そのツイッターの写真が男性だったし、はい、お名前も男性の名前だったんで、はいはい、びっくりする俺もし女性出てきたらまあでもちょっとドキドキしますね。いやドキドキするな、ガチやからな。こういう企画ほんまやりたかってんな俺。オフ会はやっぱり来てもらうやんか、はい、でこっちから行くっていうのをねいつかやりたかったの。やっぱり YouTube のいいところというか、はい、やっぱり視聴者さんもこれ見ててねドキドキすると思うね、うんうん、この状況って。確かにほんまに会ったことない喋ったことない人間の自宅に行くからね、はい、ただほんまに怖い、はい、なんかあった場合ほんま頼むで、はい、ほんま安武が頼むでなんかあったらほんまに。さあというわけでですね、はい、安武さん、はい、今から僕は、視聴者さんの自宅に突撃するんですけども、はい、なんとここでですねある方からちょっと連絡いただいて、はい、僕今から行きますっつって強烈な助っ人が到着しました。どうぞ、はい、どうも山口智です。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまありがとう来てくれて。いや本当しかしすごい企画やりますね。そうなんですよ、はい、ガチやからね。視聴者さんの家に行くんですよね。そうですよ。で会ったことないですよね。ないです。やばいっすね。じゃあいつもの声の人の位置へ。はいレッツゴーさあトモさん、はい、行きますか。いやすごいドキドキしますね。そうね、あんまり家の近くでバレたらあれなん で、ね、家バレもありますから、はい、ちょっと今からじゃあ飛ばしますね、はい、もう家のところに飛ばします。はいレッツゴーさあというわけでですね今視聴者さんのエントランス、家のエントランスに来てましてですね、はい、まあ、ここからちょっと声だけで、じゃあ早速ちょっとインターホンをしますね。行きます。どうも。いや何も言ってくれへん。ちょっとめっちゃ怖い、めっちゃ怖い。何も言うてくれへん間に扉開いた。これめっちゃ怖い。え、めっちゃ怖いねんけど。大丈夫か。オッケー、とりあえず家の前まで行こう、はい、さあということで今扉の前に来まして、はい、めっちゃ怖いです。だってさエントランスでさピンポンしてさ、はい、なんか言ってくれると思うよ。そうですね、無言で開けられたから。行きますか。あ、どうもこんにちは。よろしくお願いします。あ、男性の方だ。男性の方。大丈夫ですか。あ、よろしくお願いします。あ、ちょっと待って、ちょっといいですか。ちょっといいですか。めっちゃいい人そう。よかった。ちょっとお邪魔します。はい。あまり僕で大きい声出しても。はい。お邪魔します。失礼します。失礼します。狭いですけど。とんでもないです、とんでもないです。うわ、すげえ。お邪魔します。すごい、綺麗。すごい綺麗な家。本当ですね。お邪魔します。ほんまに、いや、綺麗な家だ。一人暮らしですか。僕情報も知らないから。そうですよね。お名前って聞いても大丈夫ですか。あ、清水周平って言います。あ、清水さん、はい、ってことはツイッターの名前そのままの方なんですね。あ、そうです。それも言っちゃってもいいですか。はい、ですよ。うわよかった、はい、ちょっとごめんなさい、出会っていきなりなんですけど、はい、まず1個いいですか、はい、なんでエントランスでどうぞとか言ってくれなかったんですか。いや、使い方ちょっとわからなくて。あ、そうなんですか。もう開ける以外のボタンの機能わからないんで、ちょっと開けるだけにしちゃいました。ちょっといいっすか。めっちゃ怖かったんすか。僕だって会ったことないじゃないですか。そうですね。喋ったこともないじゃないですか。ダイレクトメールでやり取りしただけやから、はい、むちゃくちゃ怖かったんですよ。そうですね、すいません。とんでもないです。すいません。ちょっといいっすか。めっちゃいい人そう。ほんまによかった。え、これ家とか見てもいいんですか。あ、全然いいですよ。
見て、僕の視聴者さんのお風呂です。僕の視聴者さんのって言いますか。寝室もいいんですか。全然いいですよ。めちゃめちゃ綺麗。一回僕過去にジョーブログ君の家行った時むちゃくちゃ汚かった。さあ、というわけで清水さん、はい、本当に今回はありがとうございます。もう何よりホッとしてます。いい人そうで、きっかけは何だったんですか。そうですね、元からずっと羽飛びとか見てて、はい、で、まあ、キングコングさんも好きで、まあ、YouTube 活動を始めるって時から、はい、まあ、たまに結構見てたり動画してて、うん、来てくれんだったら呼んでみようかなみたいな。へえ、今何歳なんですか。今25歳です。25歳でお仕事は。今広告代理店でコピーライターしてます。え、広告代理店でコピーライター、それはゴーストライターみたいな。違います。結婚はされてない。結婚してないですね。あ、今フリーですか。フリーです。フリーです。もしよかったら清水さん絶対イケメンモテると思うわ。ほんまにコピーライターコピーしてもらって。ほんまにコピーしてもらわないでしょ。好きな YouTuber とかはいるんですか。まあ、カジサクさん以外で言うと、はい、美容師の三品浩平さんっていう人とか、はいはいはい、あとはずめさんっていうファッション系の YouTuber の人とか。あ、だからファッションとか美容とかが結構お好きってことですか。まあ、もう好きですし、まあ、そうですね、はい、そういう人が多いです。よくそれでカジサックのチャンネル見てくださってますね。ああ、全然面白いです。毎日健康も見てますし。あ、うわ、めっちゃ嬉しいな、ほんまに。ちなみにカジサックのチャンネルの中で これが好きだなって言った、はい、なんか、まあ、ごめんなさい、こんなこと言って、ベスト20ぐらい聞いていいですか。おいおいおい、3?3聞いてます。一応3答えれます。あ、全然。あ、じゃあベスト3ちょっと聞いてもいいですか。3位は、はい、一番最初に出したそのやめます、行かなかったらやめます宣言みたいな動画も結構好き、はい、マジっすか。最初なのになんかすごいなと思いました。バッド3万7千ついてます。じゃあ2位は、あとは山里さんが来てた回のやつ。なるほどね。だって僕のチャンネルの中で何だったら一番再生数の多い。あ、そうなん。今もう300万超えましたからね。ありがとうございます。いい。第1位は、1位は堤下さんの、まあ、1個じゃないんですけど何個かそのシリーズものというか。あ、サックシシリーズですか。そうですね。あれはでもね、ほんまに好評なんですよ。やっぱ羽飛びから見てたんで、はい、やっぱまた2人でやってくれるみたいなところも。そうですね。うわ、よかったっすね。逆に一番これはないわっていう。まあ、嫌いとかってわけじゃなくて、はい、まあ、家族のやつは、ほ、まあ、いい話だなとは思うんですけど、はい、まあ、カジサックで見なくてもいいな。なるほど、これもいい意見だよ。そうですね。これも本当に、まあ、僕もね、コメント欄っていうのはね、ガチで僕全部一人で見てるんですけども、うん、そういうコメントも結構あるんですよ。家族動画ばっかりが多いとか、うん、僕はいろんな思いがあって今ちょっと家族動画を多めにしたりだったりとかしてるっていうことですかね、うん、でもこれ言うたら僕初めてかもしれない。逆に言うたら清水さんのおかげで僕はこの発言をできた。清水さん、ありがとう。そしてですね、清水さん、実はですね、はい、今日僕来た理由が、はい、もちろん視聴者さんと絡みたいっていうのがあるんですけども、はい、実はもう一個大きな理由がありまして、はい、僕実はこの度パン屋の経営企画室第一係長に僕任命されたんです。そうなんですか。こちらをパン屋をプレゼントいたします。いや、実はこの後もう一回行くんです、はい、あ、本当ですか。視聴者さん、そして実は DM がまだ返信ないんですよ、はい、え、だから最悪この企画あの清水さんだけ。身が重い。もし何か言いたいことあったら、あの最後にちょっと。あ、今後も頑張ってほしいですし、羽飛びメンバーどんどん出してほしいなと思います。じゃあこれ大サービスで言っちゃおうかな、はい、はいはい、初めて言いますけど、はい、もちろん羽飛びメンバー、僕もね、うん、今後出ていってもらいたいと思ってるんですけども、はい、ある方に断られました。え、あ、そうなんですか。これ初めて言います。なるほど、はい、だから今後ね、多分フルメンバーで出ることはないとは。あ、そうなんです。フルメンバーになるということは多分ないのかなっていう現状はね、はいはい、僕は恨んでもない、何でもないよ。これちょっと打足になっちゃうかもしれないですけど、うん、どうした。ちょっとせっかくコピーライターの方なんで、うん、カジサックにキャッチコピーを打ち付けるならとかってできたりするのかなって。ああ、はい、なんか極戦に憧れて体育教師になった人みたいな見た目。見た目の大きい見た目のやつだよな。ですかね。ありがとうございました。いやさあ、はい、トンボさんもヤサゲさんもよ、はい、めっちゃ楽しかったんけど。楽しかった。めっちゃいい人やったな。めちゃくちゃいい方でした、うん、なんか俺ちょっと思ってんけど、うん、この企画めっちゃ良くない。 いいっすね。めちゃくちゃこれいろんなとこ行きたいですね。いや、それでもトンボさん簡単に言うけどさ、はい、
今たまたま清水さんがほんまにええ人やっただけだよね。これ言うてもまだこれ今から僕2軒目行くんですけど、そうか、また怖なってきてるから。そういえばそうだった。今回今から行く方なんですけど、はい、なんと、はい、お住まいが、はい、タワーマンションの、はい、53階に住んでる人なんです。これめっちゃ気になるでしょ。すごいお金持ちの方ですか。どうなんやろ、わかんない、これでもし一軒やったら笑おうぜ。もう行ってみないとわからないから、こればっかりは。すごいっすね。未成年の方だけは絶対にないようにはしてるんで、うん、そうですね、はい、はい、うわちょっとタワーマンめっちゃ気になるな。気になるな。さあというわけで、2軒目の視聴者さんの家のこれ近所なんですけど、はい、ガチでタワーマンションです。、はい、僕はあっちの遠くにあるんですけど、はい、えぐいっす。どんな人なの。石油王みたいな人。たっぷりひげ生えてワイングラス持って、ようこそ、ハワイユとか言われ、どうしよう。どうしよう。まあ行きますわ、とりあえず。そうですね。はい、行ってきます。さあ、というわけでエントランス来まして。めちゃくちゃかっこいいエントランスですね。なあ、押します。はい。あ、カジサックです。あ、どうもです。あ、お願いします。あ、ちょっと入ります。お願いします。さあ、というわけで、はい、玄関前に来させていただきましたけども、はい、ガチンコのタワーマンションです。すごいっすね。すごいっす。53階です。行きましょうか。行きますか。怖え。怖いわ、ほんまに怖いわ。こんにちは。はじめまして。カジサックです。はい。あ、いいですか、上がっても。あ、どうぞどうぞ。うわ。おなげ。すいません。ちょっと、本当に、なんて言うんでしょうね。すごい人だよな。人でした。めちゃくちゃいい人だったんですよ。でもちょっと流せなかったんですね。はい、なんつったやろな、そのね、はいはい、なんつったやろ、そのこう体にですね、はいはいはい、ちょっとお絵描きをされてる方だったんですよ。そうですね、はいはい、ちょっとお絵描き問題があって、ちょっと会社的にもね、うちの会社的にもちょっと流すのは、はい、やめておこうっていうことになって、こういうことにちょっとなってしまったんですけども、はい、申し訳ございません。一応ね、これだけお伝えしておきたいのが、一番好きな動画がトーク動画でした、うんうん、そしてワーストがまさかのカジサックハウスでした。これだけお伝えしておきます。はい、はい、歌もいいんだけどみたいな、やっぱり僕は笑いが好きですみたいな方でした、うんうん、それだけお伝えしておきます、はい、まあこういう風な編集にしたっていうこともご本人はちゃんとお伝えしておるのでですね、うん、あれなんですけども、でも僕的にちょっとやってみてすっごい楽しかったんですよ、うん、その視聴者さんに会うっていうことで生の声をもらうっていうのがすごいリアルで楽しかったんで、ぜひ皆さんもコメント欄にください。これ変な話、全国でできるから、あ、いろんな人と絡めるから、うん、でもお絵描きの方だけはちょっと今後参戦っていう感じですね。本当にガチでリアルでやった結果これだったんで、うん、まあ、とりあえずコメント欄に皆さん意見ください、ご意見ください、お願いします。今回でもやってみて楽しかったもんな、ほんまに。めちゃくちゃ良かったです。はい、あざした。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。